琵琶湖デイ2、もう霧に巻かれてどこに琵琶湖があるのかも分かりません。え、これもぎりすぎじゃないですか。ねえ、いやー、ってことは気温があったかいってことですよね。多分あったかいし、なぎだし、あ、そっか、うん、はいはいはい、ってことは脳進化日和っていうことですか。だといいけどね。だといいですよね。やりやすいよ、やりやすいよね。すごい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 、サイレントヒルみたいになってる。やばい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 、何も見えない。釣りになるのでしょうか。これ横に琵琶湖があるはずなんですけど、フォギリすぎてて何も見えない、何も見えない。映画のワンシーンみたいですね。今日もおかっぱりでデカバスを探して右往左往したいと思います。おはようございます。お願いします。はい、チェック入れんの？チェック入れますよ。お、ちょうど貝つぶりパイセンが。あそこで6メーター。ああ、結構でも。ほぼ7。ディープ、まあ、ディープ隣接と言ってもいいね。今で5。5。4。4。で3。じゃあ結構集中し時は思ったより手前にあったんだね。そうですね。まあ7ぐらいに入れて4あたりのショルダーを丁寧にいじればいいよね、多分ね。そうですね。空っぽだな。でもなんか水、あぶくたつですね。まあ、ワンドのちょっと奥っていうエリアではあるよね。なんかすげえフィッシュバックつくんですよ。中層？そこ？そこ。ああ。そのちょっと目に見えるサイズのゴリとか拾ってんのかね。昨日みたいなバス単体みたいなのって映ったりする？いや。あ、全然イメージしてたとこより狙いどころ手前にあったわ、俺は。もっと沖にその4が控えてんのかと思ってたからさ。やっぱ直感でそういうのすぐ見れんのいいね。そうですね。うん。カバスケ 2.5。あー、すごい気持ちいいな。いい天気だ。うん、じゃんじゃか刺してきそうですよね。30分で晴れちゃうんじゃないかな。そうですね、ボギータイム、ボギータイムに1滴つぶねえかな。いいとズバーンですよ。ズバーババーンって。おなんちゃってドキッとしてるでしょ。今も釣れない、釣れなくなりましたフラグ立った。フラグ立った。やっちまった俺。やっちまいました。朝の一頭。マナー、マナー違反やった。マナー違反。スキャット紳士になれない。マナー悪いからね、俺ね、ベースはね。一生できるな、これ。
やべえな、俺これ投げたら釣れちゃうけどいい？ゴタクはいいから釣れ、このって吊るしの状態で結構飛ぶから、本当あのベアリング変えてブレーキ変えたらもう一伸びいけそうだな。だこれ使ってる一番の理由が、亀山とかのオバハン入れてく時に本当トラブんないからそれで使うんだけど、本当リザーバーの内物専用で、巻物はシマノ使うんだけどさ、そういった意味ではちょっとパワーアップしてみたいな。結構ね、ほんとなんか魚では曲がんないんだけど、ほんとこれ穂先が曲がるんだよね。だから力が入ってない。そうするとマルちゃんとか原さんの竿よりもうちょっとこんぐらいでやって、昨日水中で見てたらやっと動いてたけど、俺のこのタックルで今のゼロテンションでこういう感じだとあんまり動いてないんだよね。まあ近くで見てるからかもしれないけど、動かすパッパッって、まあ、ちょっと移動しちゃうけど、ちょっとちゃんと振らせるんだとしたらこんぐらいの感じなんで、そうなんですけど、うん、今のやつは田中さんは張っちゃってた、引っ張っちゃってた。そうそうそう、それだとできてるんですよ。それはこれでいいんだ。それはできてるんだけど、うん、田中さっきやってたのはもっと張っちゃってズッズッって動いてたなあ。そうん、はいはい、ここのグリップエンドがやっぱもうちょい短くしたいな。こうなっちゃって、この手をずっと こんぐらい伸ばしてないとこの長さだといるから、もう一本ブランクスあるからティップ切ってガチガチのやつ作ってみようかな、原さんにそれ借りて。シーバスだとこの長さあるとここで保持できるからさ、80とかでおーおーっていうのができるんだけど、バスだとちょっと長すぎる。今年は1本2本ぐらい巻きてえな。朝一特別いただけないですか。昨日のあっち岩までとりあえずせっかくだから行く。今何考えてんの？何考えてんだよ。結構真面目に考えてます。何考えてんだってだから。結構真面目に考えてます。結構身の振り方考えないと釣れねえなと思って。太陽差す、気温上昇する。あー、太陽の明かりが熱を発生しだしたな。
来たんじゃねえか。よいしょ。50ったんじゃない？あるよ。どうした？何が？急にどうしたんですか？何が起きたんですか？いや、ドエーン来たよ。カバースキャットすごいね、やっぱ。これ50キリ泣きかな？泣きかな？あるかな？すごい。琵琶湖。霧の琵琶湖。昨日の夜調べといた甲斐あったね。さあさあ、琵琶湖ちょっとね、明日の釣り本番に備えてですね、夜のうちに恒例の魚探掛けしとこうかなと思って、ディーパー。結構釣り本番の時間帯はね、そんなに投げなかったりするからね、こういう空いた夜の時間とかでディーパーね、調査開始。ディーパースイッチオンして Wi-Fi つながったから、よいしょ。ああ、もうそこで 1.5 メーターぐらいあるのか。魚アイコンオンにしとく。灯台というか、まあ、なんだろう、こう航路標識のそばで6メーター、まあ、およそ7メーターぐらいね。ちょっとね、今ディーパー掛けをし、遅ればせながら、よいしょ。ゴリちゃんいない？貝も出てくるんですよね、夜。うん、なんかね、さっきよりなかったような、ちょっとブレイクの上ぐらいなのとこでもバシャーとかなんかやったりしだしてんだけどね。やったー、来たかも。どんな風に来たんですか？え、あのね、さっきからずっと試してる、さっきあっちで当たり出た、うん、上にブレイクのショルダーにかかってから、あ、水中、なんつうの、ボトストっていうか、うん、シェイク。おー。トゥン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 。上に上がってきてからもうドッグウォークでしたから。そしたら何すか、コンってきたの。コン、トゥン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 っつって、で、巻き合わせ入れたらしっかり乗ってくれた。琵琶湖。ほんと嬉しい。新たな機械が。ありがとう。はい、というわけでね、琵琶湖遠征も2日目に突入しました。で、初日とは打って変わって2日目は気温がどんどんね、上昇していく傾向だよっていうね、こういう予報が出ていたんですね。で、タックルの方ね、まあ来年とかに向けてもね、忘れないようにまとめておきたいと思うんですけども、まずね、タックルはこんな感じですね、ゴライアスっていうね、ジーニアスプロジェクトのハイギアのね、リールですね。これに糸はですね、20ポンドラインを入れておりまして、で、今回ね、準備していったのが、まあ、こういう感じで、バリバスのですね、アブソルート、まあ、トリプル A みたいな感じで、フロロカーボン 100% なんていう風に書いてありますけども、20ポンドの糸ですね。関東でね、釣りをしているとなかなかね、20ポンドってね、自分は使う機会が少ないんですけども、大抵太いって言ってもですね、16ポンドぐらいまでかな、14ポンド16ポンドなんかを使うことが多いんですけども、今回ね、ちょっとチャレンジしてみたかったノーシンカーの釣りは、このフロロカーボンの糸の重さなんかも利用して、
糸をそこに這わせる釣りなんだよ、ね、傷も張り入りやすいのでちょっと太めの糸でね、スタンバイしていく釣りなんだよなんていう風にね、予習していきましたので、フロロカーボンの20ポンドのね糸をがっつりね、だいたい5ライアスだと80メートルぐらい入るかな、入れてですね持って行ってみました。非常にね、何ですかね、あれ不思議な感覚ですね。琵琶湖の広大なフィールドで釣りをしているとですね、この20ポンドであってもなんか細く感じてくるっていうね、ところ変わればだなーなんていう風にね感じましたけども、非常にまあだからしなやかで硬くて、使いやすい糸をがいいのかななんていうのはね、まあもうちょっとやり込んでみないとわからないんですけども、とにかくね言われているような、まあ、20ポンドラインが基本ですよっていうね、その通りやってみたら非常にね、使いやすくて、で安心してね魚をかけた後もファイトができたのかななんていうのをね、感じております。で竿はですね、初日に引き続いて自分で作っていったね、だいたい 60g ぐらいまでを快適に扱えるよっていうね、こういう竿でねやってみたんですけども、魚がかかった後もね非常に安心してねファイトできる竿なので、まあなんか作ってよかったななんていうふうに思いますけども、普段はねビッグベイトの釣りとかちょっと重めの、まあ何ですかね、ヘビーバーサタイルみたいな感じでね、使っているんですけども、リバースガイドのねトルザイトガイドを、先端までね、やって、まあ、全部ダブルフットガイドで、トップまでトルザイトを使っているんで、非常に何だろう、そんなに口径はね小さいガイドではないんですけども、トータル的にはねすごいね軽く終日振り続けることができるっていうね、不思議な使用感の竿なんですが、まあこんな感じのね、竿でやっております。で2日目の肝となるところなんですけども、引き続きまあこのディーパーを要所要所でね、投げて、2日目はね地形はだいぶ初日の夜までにね把握できたので、水温計としてね結構活躍してくれたなというところで、でたまに投げた時に映る魚の映像が初日より上に映ったんですね。初日はねちょっと雨も降って冷え込んだので、駆け上がりの下ね、ブレイクラインがあって、その駆け上がりの下の方にねよく魚影が映っていたんですけども、2日目は結構ね中層気味中層気味にね映るっていうね、こういう傾向があったので、そこでまあ、使ったのはこれですね、大人気カバースキャットの 3.5 インチグリーンパンプキンブルーフレイクっていうね、このルアーにワーム 34R の60番っていうね、この組み合わせでね、2日目のあの魚釣れたんですけども、ちょっと自分の中で仮説を立てて、初日よりそのブレイクラインの中層によく映るなっていう傾向があったので、基本的にはボトム2ジャークでこう底付近でっていう感じで動かしていたんですけども、動画なんかで見てもね、それでは当たりが出なくて、で魚探の映り方なんかも、見てですね、こう駆け上がりから上に上がってきたところからトゥイッチングを開始してですね、その駆け上がりにこう根がかる大きな岩がゴロゴロあって、それを越えたところからこう竿をねちょっとこうトゥイッチトゥイッチして、そのなんだろう、駆け上がりの上に岩にスタックしないように、でそのちょっと上のレンジをこうもうね、切りもみさせて、なんだろう、だいたい水深はね測ったら 1.3 メートルだったんで、だいたいその水深の80センチから90センチのところをカバースキャットがこうブリ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 ね、アクションするように、竿でパンパン叩いてね、なんだろう、ジグストの釣りをノーシンカーの中層でやる感じね、なんともね表現しづらいんですけども、ボトムべったりじゃなくて浮かした状態で、そこから
切りもみアクション、こういう感じでね誘い出したところ、その泳いでる最中にこう竿先がぐーっと入っていって、あれこれなんか魚くわえてるよなーって感じでアクションをそのまんま続けて巻き合わせ体勢に入っていったところ、その駆け上がりのショルダーのちょい上にね浮いてるような感じの腹ぼってりのねバスが、くわえてくれたね。で合わせもしっかり決まったので釣り上げることができたっていうね、こういう状況だったんですね。実は動画の中どこに入ってるか分かんなかったんで、ちょっと入れてないんですけども、これの前に一人で釣りをしていた時にやはりこのカバースキャットでボトムから誘ってきて駆け上がりの上のラインに乗っかってね、でそこで駆け上がりの上でも、ツージャークをかけて水深 1.5 メーターとか1メーターぐらいのところでね、それで一回ねココンって当たりが来たんですよ。それはバラしてしまったんですけども、あれ昨日と当たりが出る位置が違うなっていうのはねその時にね、感じることができて、でちょっと次のポイント入ったらその駆け上がりの下ばっかりねずっと攻めていたんですけども、今日はねだいぶ気温と、まあ、氷水温のところもねリーパーで測ってねだいぶね高くなってきてるなっていう印象があったので、昨日までよりちょっと上のレンジを意識して、でそういうバスの食わせ方はちょっとねよくわからなかったんですけども、スイムベイトなのかね、まあ、スピナベなのか、何しろね琵琶湖で、まともにあんまり魚が釣ったことなかったので、まあ、とりあえずねルアーはこのカバースキャットを使ってその自分がイメージするところで切りもみさせたところを、守備よくねいい魚が食ってくれたっていうね、こういうことだったんですね。はい、というわけでねいよいよ大きなサイズもね釣れたんじゃないかなってね、もっと大きなサイズはもちろんねいると思うんですけども、ちょっとねもうこの1匹でだいぶもう琵琶湖楽しめたな、最高だななんていうね、感じになってきたので、引き続きねまだねちょっとねいくつか編集したい内容があるので、引き続きね、琵琶湖編、お送りしていけるんじゃないかなと思います。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、琵琶湖北湖は沖島に行ってですね、カバースキャットの 3.5 インチ、これで釣りをしたところナイスなバスが釣れたぜって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。釣り講 TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたらこんなに便利なものはありません。リパ魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。